ハサン2世は、モロッコの国王。ハッサン2世とも表記される。かつて発行されていた複数のモロッコディルハム紙幣に、肖像が使用されていた。スルターン・ムハンマド5世の長男に生まれる。シュトラバトの王立大学で高等教育を受け、フランスのボルドー大学で法学の学位を取得した。1953年8月20日に、 ムハンマド5世がフランスによって敗されると、父と共に殺し加藤に送られ、1954年にはマダガスカルに移された。その官府王の政治的顧問として行動した。モロッコ独立派に対してフランスの態度が軟化すると、スルターン一家は1955年11月16日に帰国を果たした。1956年2月、 ムハンマド5世のフランスとのモロッコ独立交渉に同行。その後1956年4月にはモロッコ軍の幕僚長に任命される。同年のリーフでの反復闘争ではベルベル人軍隊を指揮した。1957年にムハンマド5世はモロッコの君主号をスルターンから国王に変更し、7月には正式に破産を大大使と宣言。 父ムハンマド5世の法業を受けて、1961年3月3日に、モロッコ国王に即位した。ハサン2世の保守的な知性は、アラウィーアサでの統治を一層強固なものにしたが、政党や封権官僚との権力協力を拒否していた、ため政治的な抗議が強かった。民主義改正を残しながらも、時折直接解散権を行使するなどした。 議員選挙の際は、国王派の政党を重視するなど、野党側の反発も強く、抗議集会や暴動がたびたび王政を脅かした。1970年代初期には軍隊に抗議の色が広がり、二度の暗殺未遂事件が起こった。一度目は1971年の陸軍、士官候補生による事件、二度目は1972年のクーデター未遂で、 フランスからラバトへの帰とにあったハサン2世のボーイング727機にモロッコ空軍の軍用機が砲撃したが命中しなかった。この事件後、1975年、国王派の民族主義集団が西サハラへのモロッコ領有権を主張したこともあって、緊張関係は徐々に沈静化した。アラブ世界とイスラエルの対立の構図の中、ハサン2世は 初期段階の交渉の中介者としての役割を果たすことが多かった。1975年の緑の更新後、今日においても西サハラに対して領有権を主張している。1960年代から1990年代までの強固な独裁政権時代は、指導の時代と呼ばれ、反対制派の人々が暗殺され、行方不明になったりした。ハサン2世自身は、 民主正義会を維持しており、1991年には、数百人の政治犯を釈放した。1999年に放御。長男の再利、ムハンマド王大使が、国王に即位した。1961年に結婚したラーラ,ラティファハン無王妃との間に5人の子供を設けた。ありがとうございます。